大学の方は質的な転換ももちろんありまして、本が読まれなくなったというのはまさにそういった学生さんの質が下がったということだけではなくて、大学の目的が変わってきたということがあります。学士課程の教育にですね、自らの理念、大学の理念に基づいて組織的に提供して、それを常に改善するということが平成3年に言われています。でこの関係からですか、平成5年から21年までにはこんな変化が生じています。シラバスを作成するという大学が80大学から705で、学生による授業評価、これが結構厳しいんですけども、これが38大学だったのが現在599、現在といいますか平成21年で599大学になりました。でファカルティディベロップメント、これを実施している大学が151大学から746、これはまさに 99% の大学がもう実施していると。で大学自体が大きく、質的な転換を遂げてきていると言えます。でまた授業の仕方というのも随分変わってきてまして、これ もう皆さんご存知の通りアクティブラーニングという形で、導入されています。ここに書きました通りです、能動的に学習するということが一番大きな違いで、それまで昔あった、板書をしたり、こういう形で教師が一方的にしゃべっているということはだいぶなくなってきたようです。でもう一つ、図書館の方も変わってきてますね。それは、今言ったような大学の変化に伴って、変革する大学にあって求められる大学の図書館像というのが変わってきました。で図書館というのは、私なんかのイメージでは、廃刊された本がわーって並んでいて、もう知の蓄積、これに圧倒されるところというイメージだったんですが、2年ほど前ですか、名古屋大学の図書館に行きまして、真正面に入ると本がないんですね。もうすでに理系の本はほとんど電子化されていて、大学の図書館の真正面のところが本が全くないという事態を目にしまして、ちょっとびっくりしたことがあります。でそういう意味では図書館というのは随分変わってきたのを一つと、機能とか役割というのが大きく変わってきて、それはやっぱり大きくは電子化の進展と、学術情報の流通の変化ということが大きな、原因になっていると思います。で同時に、求められるものとしては大学図書館員の育成確保、それから大学をめぐる環境変化の対応ということについても、求められているようです。で当然学生が自ら学ぶ学習の重要性をというのを再認識しなきゃいけませんし、ランニングコスモス、ランニングコモンズ、とか、図書館職員等によるレファレンスサービスとか、学習支援の要請というのは非常に増えてきました。あともう一つは、教育活動に直接に関与するということも、求められています。で、変わる図書館としては、教育機能ということについて支援もしてほしいということがやっぱり次の大きな課題ですね。学習力の養成への貢献ということで、そうした要請がされています。でこれについては平成22年の大学図書館の整備についての、審議会のまとめに書いてあるんですが、上に書いてある自らが立った、新たな課題を解決する能力を中心とする学習力の育成を課題として提示して、この部分を引用して、学生が自ら行う調査、学習のための基礎資料の整備を含む学習環境を充実する観点から大学図書館の貢献が一層期待されているというふうに言われています。でこれで、大学自体が、ラーニングコモンズという形で大きく図書館が変わっていくという流れになっています。さらに、e ランニングですとか、LMS とか e ポートフォリオ、こういったものを導入して、情報資源の ナビゲーション機能との統合を図っていくんだと、そういったことが答申に出されておりますので、図書館もそれにとって変わっていくというふうになると思います。でそういった変わる図書館とか変わる大学図書館に必要なものというのは何だろうかというふうに考えていきますと、まず大学ではこのレジュメ主体の講義というのが当然になってきました、来たわけですから、この講義の教材の充実というのは大事になります。で充実した教材を使って、アクティブラーニングを実践していく。で、能動的な学習への参加のためにはですね、事前に優れた教材を用意してそれを活用するということが必要ですので、そのための充実ですね。もう一つは図書館の方ではやはり
そういった新しい大学教育に関して、教員が優れた教材を準備するためのさまざまな手助けをするということも図書館の役割になると。でそのために、人と物が必要になってくる。教育機能の支援組織としてのラーニングコモンズということで、図書館の司書ですとか、あるいは図書館の、を利用した大学院生が学生さんを指導する、情報検索で指導するとか、そういった形での人、もう一つは、学習のための、大学テキスト教科書、あるいは参考図書、これをですね、電子的に提供するという必要がある、そっちがものの方だと思って考えています。でこの変わる大学図書館に必要なものということで、現状はまだまだ実験段階で、特に和書が非常に少ない状態です。実験はですね、慶応大学が2009年でしたか、2011年でしたか、慶応大学の実験が行われてますね。そういった実験もされて、電子学術書を大学図書館に導入しようという動きもありました。ただ本当にまだまだ実験段階で非常に少ない状態です。一方ですね、外国の電子ジャーナルというのも今ほとんど電子化されてまして、半分以上、図書館の予算の半分以上が外国の電子ジャーナルの予算で取られているということが言われています。これは入江さんという方、慶応大学の、メディアセンターの方ですが、その方の論文に書いてございました。でそういう意味では和書の電子学術書、これを図書館に導入する、大学図書館に導入するということが今必要な、非常に必要なことだと考えられます。でただ本を入れればいいというだけでなくて、さらに必要なものはそれを探しやすくて利用しやすい学習教材の提供システム、これがないとただ学術書を入れてもしょうがないというふうに考えています。でその必要なものというのは、さまざまな検索手段とその用意された検索用のデータ、それともう一つはですね、権利処理をきちんと処理されている、権利が処理されているマイクロコンテンツで、マイクロコンテンツというのはですね、本そのもの一冊ではなくて、本の章とか節とか、あるいは、論文集でしたら一個一個の論文ですとか、そういった、本の部分も利用できる、部分として利用できるというものとして考えています。もう一つは、講義の学習教材としての、二次的教材の提供と。もう一つすごくこれが大事なんですけども、こういったものを使っていくと、それをですね、適正に著作権利用料管理をして利用料を払うという仕組みがないと、これは裏付けが取れないんですね。先生方がそんなんじゃやっぱり嫌だよと言われたら、いくら、システムを作っても供給できません。そういうことで私はですね、これ今この大学のテキストとか学術書、専門書、研究書、こういったものを電子的利用を発展的に使う仕組みっていうのを一応概念的に考えてみました。でこの後はその辺のことを中心にお話をして、さらに大学の図書館に本を増やすにはどうしたらいいかということについて話を進めていきたいと思います。この図がですね、あんまりきれいな図じゃなくて申し訳ないんですが、一応私の考えております大学テキスト、学術書、専門書、研究書等の電子的利活用の発展系ということです。長ったらしいので XUB と言ってます。で、XUB はここに書いてある通りの英語の略ですね。XML という文書の拡張形式があるんですけども、XML にちょっと真似をして XUB という形にしてみました。ごちょごちょと書いてありますので、部分に分けて説明をしています。システム全体はですね、出版社が提供するマイクロコンテンツと利用可能な形で権利処理がされている、書籍とか雑誌を大学図書館購入して所属大学の利用者が自由に加工して教材に利用して、その利用した新たな教材も登録ができるというシステムです。で、このシステム全体に背景となる部品がありまして、その部品がここにあるマイクロコンテンツの検索システムとマイクロコンテンツ閲覧システム、
教材フレームワーク、著作権管理利用料分配システム、この分配システムはまた別にクリムスという名前をつけてますけども、こういったものがシステムとして必要なものになってきます。で、続いて出版社がこの中どういう役割をするかという話をに移ります。出版社がすることっていうのは基本的に変わらないんですね。出版社は特にこういう学術書出版社がやってることっていうのは、本を作るのも電子を作るのも基本的には変わりません。で、編集者の営みを通して企画を立てて読者対象に合わせたものを仕上げるということは変わりませんので、ただ変わってくるのはマイクロコンテンツとして利用可能な形で、利用者でも著者は多分大学では利用者であることも多いので、その利用者である著者から公衆送信の許諾をいただくと。で、この時に先生方嫌がるんですけども、部分的にも使わせてくださいと。先生方もやっぱり部分で使いたいでしょう。で、小説そういった細かい単位でも寄せ集めて使ってもいいようにお願いをする、そこの部分まで許諾をいただくということになります。で、クリムスというのは後で説明しますが、クリムスを装備する場合は、マイクロコンテンツ単位での著作権管理情報をきちんと整備していく。で、もう一つはですね、売上情報をきちんと管理して、このマイクロコンテンツ単位での売上印税方式で計算した毎年の利用料を払うということです。で、実は出版社の中ではですね、この部分がまだ全然できてないんです。今かろうじて少しずつ電子出版できているんですけども、学術書の中では、利用料を支払うというシステムはほとんど手作業です。で、本は非常に印税払いやすいんですが、電子の印税というのはまだまだ仕組みがありませんので、それぞれ担当者が手作業で一生懸命 Excel で書いてやっているという状態です。で、メインのシステムはさっきちょっと申し上げたんですが、この中に大きな中で、コンテンツの閲覧検索システムがあります。で、このコンテンツの閲覧検索システムではやっぱり書誌は当然なんですが、中に入っている目次、特に再目次まで含めた目次、それから索引、これをきちんと整備すると。で、このことがとっても重要です。あとは連想検索とか H の海、これちょっと説明を省きますが、H の海検索とか人工知能の検索とか、いろんな検索方法を持つ必要があります。で、もう一つはこの検索方法と図書館が持っている検索の仕組み、これと融合させる仕組みも必要です。あともう一つ、コンテンツの販売をするシステム、これは自由選択をするパッケージだったり、選書済みのパッケージだったり、単体で販売するという形で図書館に買っていただくんですが、そういったことが必要なのと、著作権管理利用料の管理システムを代行する部分、この代行はクリムスになります。で、もう一つですね、今後大学教育のために非常に重要な部分というのは、この下にあります、教材フレームワークという部分ですね。この部分なんですが、教材フレームワークというのはですね、細かい単位、先ほどマイクロコンテンツにを利用していいと言ったんですが、そのマイクロコンテンツを簡単に集めて新たな教材にするためのシステムです。で、まだそういうものはきちんとしたものないんですが、これを作らないと大学教育で先生方が自由に教材を作って利用するということはできません。で、ここはこれから、非常に大きな核になってくると思っています。で、やっぱり寄せ集めっていうと言葉悪いんですが、今は一冊を読み通す力がないとも言われてますので、一つ一ついいその事業に合った教材をいろんなところから選んできて、先生方が作っていく。しかも使うのは、利用するのは小単位なんですが、本当にその中で見せる加工するところは1ページでも2ページでも構わないという考えでおります。そういったものがないと本当の意味での使いやすい教材にはなっていかないというふうに考えています。あともう一つ、このシステム詳細の中でクリムスというのがあります。で、クリムスというのは、勝手につけた名前ですが、コピーライトインフォメーションマネジメントシステムの略です。で、細かいことはここで省略しますけども、とにかく著作権利用料を払うために必要なもの、これを全部きちんと管理することなんです。で、皆さん多分知らないと思いますが、というか変なんですが、出版社というのはですね、ある本を書いていただいて、その先生の住所が今どこにあるのか、どこに勤めているのかっていうのをほとんど知りません。
変ですよね。でも実は知らないんです。だいたい印税というのは本を作って、まあ、2ヶ月3ヶ月払うんですが、払った後についてその本を重版したり改版しない限りは相手が動いてしまうとわからないんです。ですからこういうふうに管理していくというのは毎年毎年お支払いするというのは非常に大変な仕組みなんですね。で毎年支払うためには先生方の口座についてもそうですし、相続人もきちんと追いかけていかなきゃいけない。でそういう仕組みは現在ありません。でその仕組みを作らないときちんとしたあの信頼のおけるシステムにならないんです。でそのためにこういうシステムを、今作り始めてます。もう時間がないのでまとめに入りますけども、で、まあ、こういった新しい仕組みを作って、それで図書館というのは随分変わってきます。で一番変わるのはやっぱり教育活動への関与ということで、関与しなきゃいけないと言われてるんですが、その言われてる中でやっぱり仕組みがないと教育への関与ってなかなかできません。でその仕組みを提供するのがこの XUB です。で先ほどあの検索のシステムを申し上げましたが、この検索システムは当然図書館が持っているディスカバリーですとかそういった仕組みと連動していく。でそれと連動するように設計もしてあります。でもう一つは大学の図書館というのはそれぞれ特徴のある本の揃え方をしてますから、学生さんにとって先生にとって、大学の特徴に合った書籍の陳列棚の役割を果たします。そういう意味では大変 ありがたいところでもあります。でより高度な教育をするための素材選択、そのシステムも、図書館の方で担うと。で図書館の司書さんですとか、まあ、院生が手伝う場合もあると思いますが、高度な検索システムの習熟をして、ランニングコモンズでの役割ですとか、あるいは、教材選択、マイクロコンテンツ選択では、まあ、先生方に、まあ、助言といいますかね、そういったものをしていくということができるようになるはずです。で大学はそれを受けてそういった優れた教材があることによって学び方が変わっていくのではないかと思っています。で大学の中でですね、こういった優れたビューアーシステムですかがあると、まあ、優れたビューアーシステムというのは多分今日これから、京セラマルゼンさんの方でブックルーパーなんか出てくると思いますけども、やっぱりこういった教材を使ってさらにそれをみんなが利用できるいい仕組み、それを使って大学も今日授業をやっていくということで、アクティブラーニングが本当に活性化していくというふうに考えています。で、的確な教材を学生に提供して、それから、事前学習自己学習がきちんとできると、それから、SNS の機能もありますので皆さんで情報を共有したり討論したりすることができると。でそのための優れた学習支援のビューアーシステムということが非常に重要になってきます。で、もう一つこのファカルティディベロップメントとの関係でいうと、教材フレームワークは作った教材を再登録できますので、人が作った教材を他の人が使ってそれをさらに加工していいものにしていくということもできます。そういった仕組みとして考えられています。で最後ですが、まあ、我々学術出版社はどうなるかと。で、変わる大学というか何をもたらすかというと、やっぱり一番大きいのは本をたくさん読んでくれるというのが一番変わってほしいところなんです。で、利用しやすいということが需要を生むはずです。でリーズナブルな価格で提供する、それから、利用者数課金、今はですね、まあ、テキストを指定すると20% しか買わなかったり 25% しか買わなかったりするんですが、その中でもうそれでもいいんじゃないか、その人たちでもきちんと使ってくれればいい。でそのためには、利用者数できちんと課金をしていく。で 安くて半値半額というのはちょっと、まあ、問題があるんですが、100人いたら25人分のお値段でも実はいいんですね。ただそれがきちんと使われることが大事だと思っています。それからもう一つは散逸しない学習結果がもたらせますので、その散逸しないということは後からいろんなものに使える、そこから次のものに発展していくことになります。
でマイクロコンテンツで最初読んだけどもやっぱり一冊の本をきちんと読んでみたいというふうに変わっていただければ、まあ、出版社としては大変ありがたいし、そうなっていくはずだと思ってます。で一冊丸ごと教科書として使用されるというふうにずっと思ってきました。でもそういう期待を持たないということがこれから必要だと思ってます。で、変わる大学に合わせた最先端を行く学術出版社に変わる必要があると思ってます。まあ、結果としてそれが書物復権につながっていくと。でちょっと時間オーバーしてしまったんですが、電子書籍をどうやって増やすかという点についてちょっと付け加えておきたいと思います。電子書籍はですね過去のものが非常にというか現在ほとんど出てません。で本は毎年に7万冊8万冊と出ますので、まあ、学術誌はそんな多くないんですけども、そのたくさん出た本の過去のものというのは全然電子化されずに大学の紙で大学に保存されていると。でこの保存されている本についてですね大学の協力を得て大学図書館の協力を得て出版社が自前で電子化をして無償で収めるという形で私は過去の学術書の電子化を進めるべきだと思っています。で無償で収めるというのは変に思うかもしれませんが一旦買ってくれたものをもう一回買ってくださいってやっぱり変なんですね。あるものを電子的に利用していただくんですからその利便性だけについていくばっかのお金を頂戴して本を買ってもらうんではなくて出版社の責任で電子化したものを持っている本については無償でお渡しして利用していただく。でその利用についてはちょっと一生懸命考えていくというふうに考えています。でもう一つはですねTTP で著作権が50年から70年になりました。で70年も経つと実は30歳で書いた本は80で亡くなったら50年経ってさらに70年130年後に初めて使えるんですね。でこの130年より前に使おうと思ったら著作権の許諾を得なきゃいけないんですがその時はすでに著作権者がいっぱいになってます相続で。でこれを把握することは不可能ですから実際上私蔵されて使えないんですね。でそういうことを防ぐためには出版社が責任を持っていわゆるオプトアウトで著作権利用を図っていく。それが可能にする法改正をしないと実際には過去の学術書は全て私蔵されちゃいます。でそこのところを直していかないとせっかくいい書籍があっても大学の図書にあってもそれが電子的に非常に利用しやすい形で利用できることはできないんですね。そこも考えていかないといけないと思ってます。でそこを2つ出版社が無償で提供することそれから、オプトアウト方式で出版社が責任を持ってオプトアウト方式で著作権利用していくとこの2つが電子書籍を増やしていく鍵だと思ってます。で新しい本については今新しい仕組みができてますのでこれは普通に新刊書として利用していただければいいんですが過去の本については、まあ、そういった形で利用していただくということがいいんではないかと思います。だいぶ超過してしまいましたすみません。今言ったことはですね、資料もありますのでそちらに中身が書いてありますからぜひお読みください。ではあとはフォーラムの討論で続きをの議論に進みたいと思います。どうもありがとうございました。はいどうもありがとうございました。最後の部分皆さん聞きました？大きな話ですよね。大学が図書館がもですね所蔵しているものについて無償で電子化してくれるというおいしい話を今日は聞いて私もちょっとワクワクしてまいりました。そして著作権処理に関してはオプトアウトのですね、まあ、やっぱり仕組みをきちんとこう作っていくという非常に、なんて言いますか、画期的なこう、ね、問題提起が今行われました。このディスカッションの中でいろいろこの件についてやっていきたいと思いますが続きましてですね実際の電子書籍のサービスについて津田さんですね京セラマルゼンシステムインテグレーションの電子書籍企画室の津田康弘さんにご説明いただきたいと思っています。では津田さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。京セラマルゼンシステムインテグレーションの津田と申します。本日は鈴木さんの講演に関連しまして
私どもの電子書籍サービスを利用されて学習支援を実践されている図書館様のですね、事例などをご紹介したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。では最初にですね、私どもの電子書籍サービスブックルーパーの歩みについてご紹介をいたします。すでにご存知の方もおられるかと思いますけれども、私ども京セラ丸善は親会社の京セラコミュニケーションシステムとともに2010年から大学の共同実験という形で取り組んでまいりました。2012年度はご覧のですね、ちょうど上の部分にございます8大学と電子学術書を使った図書館利用ですとか、あるいは教科書の配信実験を行いました。そして2013年より商用サービスとして提供しております。電子図書館サービスに関しては共同実験の中で新刊書の電子化の要望が強かったことを受けまして、丸善様の協力を得まして、2014年9月より、ゆうひかく様など人文社会系の6出版社から、新刊ハイブリッドモデルとして、新刊書をですね、毎月冊子という形で出されるんですけれども、そのですね、出版と同時に電子でもご提供できるサービスというものを開始しております。さらに本年4月からはですね、さらにちょうど緑側になりますけれども、こちらの自然科学系の出版社7社について同じく新刊本の電子配信を行っており、大変ですね、好評でございます。私どものですね、電子図書館サービスの特徴としまして、著作権の管理ができるというですね、こと以外に、一番大きな特徴としましては、学習支援機能が充実しているという点でございます。例えばですね、左側の画面を見ていただきますと、このようにですね、図書館の所有する本が受信分類のホルダーからですねに整理されていて、そこから読みたい本を選んでいただいて、さまざまなデバイスにダウンロードして見ることができるというものでございます。個人の端末にもですね、もちろんですねダウンロードできます。ダウンロードされた本は検索機能も使えまして、また図書館の本ではありますが、ちょうど真ん中の絵のようにですね、マーカーメモ等の書き込みができて、個人ごとに保存するということができます。そして図書館の本ですから、必ず返却されるんですけれども、返却して再度借りた時にはですね、これらの書き込みも残っているというものです。もう自分の本のように使ってくださいということです。このようにパソコンのほか、スマホ、タブレットを使っていつでもどこでも読む、書く、検索するなどの学習するということができるというところが大きな特徴でございます。これより事例のご紹介をいたします。鈴木さんの話の中で図書館は今後学習支援の役割を期待されるというお話がありましたが、まさに玉川大学の図書館ではそれを実践されています。大学教育棟2014というコンセプトの下で、図書館を学習の場として学びのサイクルの中心に据えられています。本年4月に新図書館が開館しまして、ラーニングコモンズをですね、充実させる一方で、エニタイム、エニウェアな図書館を実現するため、電子書籍ブックルーパーをご採用いただいております。また事業外の学習をサポートする目的でコンテンツの提供を進めており、まずは手始めとして英語学習用にマクミランなどの多読コンテンツ、グライデッドリーダーズの提供をされております。次はですね、関西国際大学の図書館の例でございます。画面はオパックで本を検索した画面で、紙の本、電子の本が同時にこのように表示されているという絵でございます。こちらはですね、学習支援の対象を看護学部に選定されました。特にですね、看護というのは実習がございまして、その実習先の病院から、
本をダウンロードして閲覧できるようにと、看護系の電子書籍100冊以上の配信を、本年4月から始められております。看護の専門書は厚く重いのですけれども、本を実習先に持っていかなくてもよいと、大変、好評を得ております。次にですね、新潟工科大学の例でございます。この大学はですね、本年4月より電子図書館を導入されました。また同時に、新入生全員にタブレット端末を配布しまして、電子教科書と講義資料を配信されています。これによりまして、大学は講義資料、教科書、図書館の本と、一貫したコンテンツ を提供できることになります。また学生もですね、ちょうどあの左側の絵のように、図書館で借りた本あるいは、教科書、講義資料と、まあ、そういったものが本棚の中で一元管理できるようになるというメリットもございます。学生はスマホで学術書、講義資料を読むことに抵抗がなかったとかですね、図書館に出向かなくても資料が利用することができて便利になったという声をがですね、上がってきております。そしてあと最後の事例になりますけれども、鈴木さんからですね、大学が レジュメに重点を置いて配信を行う傾向があるというお話がありました。その代表的な事例がこちらのですね、九州大学機関教育院様の例でございます。九州大学ではアクティブラーナーを育成することを目的として、全学の 1,2 年生を対象にした機関教育院を2011年に設置されまして、そこではオリジナルの講義教科書で授業を行っておられます。本年4月よりブックルーパーを用いて全1年生約2700人、200教科を対象に講義資料の電子配信が行われており、来春はですね、大学院を含めた全学2万7000人を対象に利用されるという予定です。現在は講義資料だけですが、このように配信基盤が整備されたということで、今後は電子図書館ですとか電子教科書の利用、あるいは鈴木さんのお話にもありましたが、講義資料を補う参考図書ですとか、あるいは教材として学術書利用が期待できるのかというふうに考えております。マルゼン様の協力も得ながらですね、そちらの方はですね、進めていきたいというふうに思っております。あと最後にですね、ブックルーパーのですね、新しい機能のご紹介をいたします。ちょうど左側の絵になりますが、電子図書館内にある本の全文原作機能になります。あるキーワードですね、この場合ですと日本史というキーワードでですね、入れますと、このように本に、ごめんなさい、図書館内にある電子書籍が本ごとページごとに検索できるというものでございます。さらに検索したものに関して自分の興味のある本とページを選んでいただいて、それをプレビューできるということになります。ちょうどこれが右の絵になります。ちょうど本を借りる前に図書館の本を探し出して、立ち読みするという、そういう手軽さで本が探せるという機能でございます。はい、そしてあとですね、今後計画しているサービスをお話しします。電子書籍はですね、書誌情報だけではなくて本文情報ですか、あるいは先ほどご紹介しましたユーザーの書き込み情報ですね、そういったものがデジタル化されております。そのようなものをですね、すでに現在図書館で使われております既存の図書館システムですね、例えば弊社が提供しておりますカリン i のような図書館システムですとか、この後飯野さんからですね、ご説明がありますディスカバリーサービスと連携を取って利用者にとってより本を探しやすく便利にする仕組みの構築を現在行っております。来週いくつかの大学に対してサービスインをする予定をしております。そしてあとですね、もう一つは本との出会いを促進するためですね、本と本との関連性を計算可視化するシステム
の構築を現在進めております。すでにプロトタイプの作成を行っておりまして、ちょうどこのような形でですね、本と本との関係性を可視化するというものでございます。ちょうどこちらの赤い点が関連性の高い本ということで、こういうふうな形でですね、より本の出会いを促進させるような仕組みというのも現在構築をしております。最後に鈴木さんからですね、お話がありました、ああいうですね、学術書をですね、英知の海というですね、お話がありましたが、そのような多くの学術書の中から適切な学術書が探し出せ、有効活用される仕組みというものを今後も提供していきたいというふうに考えております。はい、以上で私の発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。電子書籍サービスの具体的な例を、この導入しているですね、大学の事情といいますか、そのどういうふうにしているかということも含めて、また新たな検索システムですね、検索機能の、についてもお話しいただきました。続きましてですね、利用する側として、仏教大学の図書館の飯野さんに来ていただいております。飯野勝則さんはいち早くですね、日本国内の大学ではサモンというディスカバリーサービスを導入するなど非常に積極的な展開を図られている方です。飯野さん、よろしくお願いいたします。はい、私は仏教大学の飯野と申します。よろしくお願いします。私の方からですが、今先ほど鈴木さん、それから津田さんの方からお話があったように、こういった電子書籍を大学としてどのように学生さんあるいは先生方に提供していくのかというところの視点で少し話をさせていただきます。その視点とは、当然これ検索のシステムとか、先ほど言った利用者に利用しやすくですね、検索しやすく利用しやすいといった、そういった検索システムの話になります。これがウェブスケールディスカバリーというものです。でそれと、今我々の大学図書館ではですね、当然外国のそういった電子ブックの利用というのは非常に盛んですので、じゃあその現況はどういうような状況なのかということについても少し触れたいと思います。はい、大学図書館においてはですね、非常にこの電子コンテンツというものは、それなりの長い歴史があります。1990年代の後半からですね、非常にこういった電子ジャーナルと呼ばれているようなもの、それから電子データベースといった学術雑誌をあるいは、電子化したりとか、それからいろいろな検索を行えるようなデータベースというのは非常に普及してきました。こういったものをどうやって管理提供したらよいだろうという疑問が、当然出てきたということになります。で電子ジャーナルというのは、よく大学図書館の皆さん方はご存知のような、こういった本当に学術雑誌を論文単位で、PDF 化して、提供しているようなものです。でこれはですね、数多くのウェブサイトから提供されるという、前提があるためにですね、非常に探しにくいという問題があったりとか、論文ごとの利用が前提で、一冊丸々の利用は少ないと、いったような特徴があった、そういうものでございます。でこういったもの、じゃあ大学図書館として利用者の皆さんにどうやって提供したらいいかというところで、長年模索が続いてきたわけですが、近年ですね、2007年頃からなんですが、ウェブスケールディスカバリーというものが少しずつ普及の方を始めております。これは欧米を中心にですね、普及してきたものでございます。機能としてはですね、非常に単純でございます。下の方にちょろっと書いてありますが、図書館の OPAC といった、理官のコンテンツからですね、商用のデータベース、電子ジャーナルに至るまでを統合的に検索できる、そういったシステムです。で、これの特徴としてはですね、視覚的に工夫されたユーザーインターフェース上で検索結果を統合的に表示できるというものがあります。ちょっとですね、画面の方をお見せしたいと思うんですが、これがですね、一つの、検索結果の画面です。でこれはですね、本学で使っている、サモンという、ウェブスケールディスカバリーサービスというものなんですが、これの、ところでですね、リトルアイスエイジという英語の検索結果を、表記した画面でございます。商標記というものですね。で見るとですね、真ん中辺に、オンラインという形でリトルアイスエイジって書いてあるこういろんなタイトルの、レコードが上がってきています。で右側にはですね、ウィキペディアの商標記というものが上がってきている。で左側にはいろんな絞り込みの機能とかが出ているんですが、
まあ、特徴としてはですね、これ様々な種類のコンテンツをまとめて検索できるということになります。で、それはどこで見えるかというと、この左側にあるフォーマットというところですね。ちょっと画面変えさせていただきます。このフォーマットというところ、まあ、詳しく画面開けてみると、これだけのいろいろな種類が出てきます。雑誌論文、新聞記事、図書、ニュースレター、雑誌記事、ウェブ資料、ニュースレター、いろいろ出てきますけど、研究論文とか参考文献とか出版物がよくわからないものも入っています。書評、新聞記事、こういった形でいろいろな種類のものがこう検索結果として上がるようになっている。で、これをですね、まあ、それぞれ、まあ、左側のこのいろいろな項目をチェックすれば、そのものだけに検索結果を絞り込むすることもできる、まあ、そういったものでございます。で、それぞれのレコードからはですね、こういった電子ジャーナルへのサイトとか OPAC への所蔵情報へのリンクなんていうのもできまして、まあ、利用者さんにとっては非常に、まあ、使いやすい、いろいろなものを探しやすいシステムということになっております。で、この Web スケールディスカバリー、じゃあ一体どういうものなのかっていうとですね、まあ、簡単に言ってしまえばですね、ちょっと Google 的なものでございます。で、 Google 的にはどういうことかというとですね、あらかじめですね、いろいろなデータベースから中の収録されているデータをいただいてきております。収集しております。で、それを一つのどんぶりの中でですね、自分専用のデータベースを作り、インデックス化し、まあ、そういう作品ですね、そこに対して検索を行うというものです。で、このためにですね、まあ、Google をお使いの方はよくわかると思うんですが、非常にレスポンスは早いですよね。まあ、あらかじめデータを収集して、まあ、中に作成したインデックスを検索しているために、検査結果のばらつきとか不安定さというものはなくなっています。このためにですね、まあ、利用者さんにとっても非常に使いやすいシステムということになるわけです。まあ、当然こういったものを入れると、まあ、大学としてはいろいろな結果がもたらされます。例えばですね、当然なんですが、皆さんこれ使うようになってくると、まあ、ここに収集されたデータベースとか電子ジャーナルなんていうコンテンツの利用は当然のことながら促進されます。逆にですね、ここに入っていないデータベースとか電子ジャーナルは減少してしまう、利用が減ってしまうというような場合があるというようなポテンシャルを秘めたシステムということでございます。まあ、この話を本当にしていくと非常に長くなってしまうので、ちょっと時間の限りもあるので、まあ、ちょっとこの辺で特徴は終わりにしたいんですが、さて、じゃあ大学図書館における電子ブックの特徴というのをちょっと少しお話の方させていただきたいと思います。これはいわゆる外国の電子ブックのものです。で、先ほどですね、鈴木さんの方からしきりにですね、マイクロコンテンツっていう話が出てきたんですが、じゃあ海外のもの、これ非常にもう大学では普及していますが、じゃあどうなっているのかということで、一つ、まあ、特徴的な画面をお見せしたいと思います。これはですね、海外のスプリンガー社というところの、まあ、電子ブックでございます。で、これノンリニアフィジカルオーシャノグラフィーっていう、まあ、非線形物理海洋学っていう本なんですけど、真ん中のですね、青いボタンを押すと、まずこれブックなんですが、本丸々一冊ダウンロードができます。しかしですね、その下にテーブルオブコンテンツと書いてあって、フロントマターとかなんか書いてある、その後にイントロダクションとかバックグラウンドマテリアルなんて書いてあるんですね、この下、ところですね。そうするとこれそれぞれの章とかがそれ単位で PDF でダウンロードできるような作りになっています。つまりですね、必要な部分のみを閲覧するという、まあ、電子ジャーナルと同じような考え方で電子ブックが作られているということになるわけです。こういうことですね。チャプター2というものだけはダウンロードできるということです。じゃあ他にはどういうものがあるかというと、これはですね、別の会社さんの、まあ、プロクエストという会社のイーブラリーというものなんですけど、こちらの電子ブックの、まあ、まあ検索という、ごめんなさい、電子ブック1冊開けてみた画面なんですが、これ今ちょっと見にくいんですけど、今緑色のこの枠で囲ってある部分、これランクと書いてあります。これは何かというと、実はこれ、この本を検索するのに、京都というキーワードで今ちょっとこの本に検索をかけたんですね。そうすると、ここにランクというものが表示されて、まあ、それが短かったり長かったりしてますが、これ何かというと、その章の中にこの京都という言葉がどれだけ含まれているかということを示しています。もちろんこれ今回は京都というものでやってますが、例えば他の学術用語であれば、当然他のその学術用語が一番含まれているような章というものを、まあ、最初の TOC の段階で、まあ、一目瞭然で見させてくれる。で、そこに対してリンクを貼っているので、まあ、その章を直接読むことができると。そういった作りになっているということになります。これもですね、マイクロコンテンツとしての必要な部分だけを閲覧するということが、まあ、前提としてなっている作りということになります。
まあ、その他にもですね、外国の場合に非常に特徴的なものとして、レファレンスを前提とした、データベースの利用みたいなものが考えられている場合があります。これは本学で買っているオックスフォードさんのハンドブックの電子ブックなんですが、これたくさんのですね、ハンドブックをまとめて検索して、その検索結果を表示している。もうこれもデータベース的な使い方をしているんですね。これ例えばこれ何ですかね、ペルシアエンパイアでペルシア帝国という形で検索をすると、それに関係する項目だけをのレコードだけをどんどん上げてくる、そういった作りです。でしかもですね、よくご存知のように、外国語の電子ブックの場合にはなかなか大学の場合には貸し出し方式というブックルーパー的な使い方ではなくですね、IP アドレスと、同時アクセスによる、アクセス制限をかけているというような感じで、ネットワークを通してきたものに対しては、どんどん利用させるような作りになっているということが、特徴としてあります。これもですね、レファレンス的に必要な部分のみを閲覧するということが前提となっていますので、一種マイクロコンテンツとしての対応を、積極的に行っているというところだと思います。さて、じゃあこういったものなんですが、先ほど言ったようにこれを検索しやすく利用者の目に触れやすくすることが非常に大切になります。じゃあこれに対してシステムはどのような対応をしているのかということだけちょっと事例を見せたいと思っております。もちろんですね、これ先ほどのウェブスケールディスカバリーの検索画面なんですが、オーパック的なレコードはあってよいと書きました。つまり何かというと、本のタイトルからの検索は当然できます。ここ、1、2って出てますけど、これノンリニアフィジカルオーシャノログラフィーって書いてありますので、先ほどの本です。ただしですね、そのタイトルを検索しただけではなくて、例えばサマリーという形でその中身についての概略、あるいはテーブルオブコンテンツという形でその目次データみたいなものが左側にこう出てくるような形で、利用者の目に触れやすいような状況を当然作っています。でその上でです、利用実態に合わせたレコードの持ち方というのをしています。つまりどういうことかというと、先ほど、電子ブックに関して小とか節単位の利用ができますよという話をしました。そうなってくると、その小とか節を検索できる、そういったレコードが必要になります。つまり、これ今その検索結果なんですけど、先ほどフォーマットというところ、左側にありますよね。でここのところで今ちょっと図書論文というところにちょっとチェックが入ってるんですが、これ実はですね、図書の中の小とかの見出し、それから論文のみに検索結果を絞った形になっています。そうするとここにバックグラウンドマテリアルというタイトルのものが出てきて、下にしかりノンリニアフィジカルオーシャノグラフィーって書いてあります。これはノンリニアフィジカルオーシャノグラフィーって先ほどの本のバックグラウンドマテリアルという章でレコードが作られているということになるわけです。これは先ほど最初にお見せしたですね、画面でしょ、よいしょ、ちょっと待ってますね、これかな、はい、これですね、このバックブランドマテリアルというものですね。これがですね、先ほどのレコード結果として出ているということになるということになります。という具合にですね、非常にですね、データとして、細かな部分、つまりマイクロコンテンツに対応した形で、データが作られているというのが現状であるというところになります。でこれはじゃあ誰が作ってるのかといえば、この、バックグラウンドマテリアルを含んだオーシャノグラフィーという本を書いてあるシュプリンガー社の方で作られているデータです。それが、検索システムの方に回っているということになりますですね。さてその上でじゃあ他にどんなものが検索できるのかというと、例えばこれ、モデレーテッドホリゾンタルスケールという、特殊なちょっと用語で検索をかけた、検索の結果です。そうするとですね、先ほどのノンリニアフィジカルオーシャノグラフィーという本がヒットするんですね。しかしこれヒットはするんですが、これタイトルにそんな言葉は入っていません。それから右側にあるテーブルコンテンツにもそういった言葉は出てこないんです。じゃあ一体この言葉はどこにあるのかといえば、ここですね、ちょっと拡大します。 Why is the result here? どうしてこれが引っかかったかっていうと、こいつはこのフルテキストの中にその言葉が含まれてますよってことが示されています。つまり、ウェブスケールディスカバリーの中には、この、全文データ自体がもう飲み込まれて検索できるような形で作られていると。
つまり出版社は全文データをシステム会社の方に提供しているというのが現状だということになるわけです。まあ、あんまり話をしているとどんどん時間がなくなってしまうのであれなんですが、まあ、こういったところでですね、まあ、学術書いろいろ変わってきているわけですけれども、じゃあ他にどんな特徴があるかというと、先ほどのマイクロコンテンツというところも踏まえてですが、まあ、いろいろな利用プランというのが大学には用意されています。例えばですね、これ POD、PDA、DDA なんて書いてあるんですが、これは何かというと、利用者によるアクセスが敷地を超えたら購入してくださいねっていうプランです。でこれは例えばある本に対して10回アクセスがあったら10ページ読んだらじゃあそれ買ってくださいねとかいう、まあ、そういった仕組みが用意されている。まあ、これはもう1998年ぐらいからだんだん普及してきたそういうシステムです。で他にもですね、まあ、サブスクリプションモデルという形で、まあ、たくさんの電子ブックをデータベース的に年間の購読費用を払って、まあ、それを読むと。でももういらなくなったって言ってその購読費用を止めてしまえばそれ以上もその本は読めなくなるというようなデータベース的なモデルとか、それからですね、ショートタームローンといってですね、まあこの本利用者からなんか利用者がいっぱいアクセスあってこれ欲しいって言ってるんだけどって言った時に、まあでもこれってその人しか読まないでしょっていうような時があると思うんですね。でその時にそれを拒絶するんじゃなくて、じゃあ1週間だけその本を読めるように出版社にお金払ってその間だけ読ませてもらおうっていうようなプランがあったりとかします。でこういった複数のモデルプランを組み合わせながら、まあ、一つのサイトの電子ブックを読めるようになるというようなところが今現状あります。つまりですね、今までみたいに1冊単位で恒久的に買ってしまうようなことはないしなくても良いというような状況が出てきたりします。でこういったものがですね、先ほどのようなウェブスケールディスカバリーっていうのと組み合わされると非常に高い相乗効果をもたらします。これは英国とかでそういった報告が随分なされてますし、まあ、図書館にとってもですね、いろいろな利用プランとか購入プランを組み合わせることで、まあ、いろんなことができるようになって、まあ、いいなというところがあります。でさらに面白いのはこれ出版社にとって販路の拡大っていうのがあるっていうのが一つあるんですね。これどういうことかというとですね、出版社がこのウェブスケールディスカバリーというところにいいデータ、いい検索用のデータを流すことで、それが例えば日本中の大学、あるいは世界中の大学で使えるようになります。そうすると、先ほどの例えば DDA のプランがあったら、もしかしたら海外からそこにアクセスが集中して、それを購入というようなことがあるかもしれない。まあ、そういったことでですね、まあ、いろいろな組み合わせにより効果が得られるようなことがあるんじゃないかなというところが、今の、なんですかね、大学図書館におけるこう電子ブック像ということになるわけです。つまりですね、まあ、システムと合わせてですね、こういったウェブスケールディスカバリーが求めるようなメタデータを作っていただくことで、まあ、出版社の方にとってもいろいろメリットがあるんじゃないかなということになります。はい。まあ、これはですね、本当に場所であっても多分望むことは同じで、まあ、これマルゼンさんの e-book なんですけど、まあ、同じように目次のデータとかありますし、まあ、こういったところでですね、まあ、そういったところをいろいろ作っていただけると我々は助かります。で、まあ、ちょっとここはまた後で話をしたいと思いますが、メタデータこそ重要という話で、メタデータが悪いと検索結果が大変なことになっちゃうよっていうちょっと事例なんですね。まあ、これ何かと言いますとですね、まあ、これアメリカのミシガン大学で前ちょっとあった事例なんですが、これウェブスケールディスカバリーというところの検索結果です。で、枕草子って検索したら、これ全部実は上の方が中国語になってしまった。中国からはいっぱいいいデータが流れているのに、いいデータとは言いませんね、まあ、たくさんのデータが来ているのに日本から全然データが来ないからこんなになっちゃったっていう、まあ、事例なんですけど、まあ、とにかくですね、枕草子なんて日本語のコンテンツを検索しても大変なことが起きちゃったりするわけで、まあ、そういった意味で我々大学図書館それから出版社も含めてなんですが、いろいろ考えていかなければいけないというのは現状だというふうに思っております。はい、以上で、私からのちょっと軽い説明になりますが終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。軽い説明どころかですね、非常に重みのあると言いますか、これ要は、この状況、例えて言うならばですね、私1994年に、前の国立国会図書館の館長の長尾誠さんがですね、電子図書館、アリアドネというのを、ちょうど、富士通と一緒になって電子図書館研究会としてビデオを制作されました。そのビデオの中でまさにそういったですね、章や節ごととか、あるいは全文検索、それから適合率、まさに津田さんが提示されてた、それぞれのですね、新しい
検索機能の拡張の中で、日本史というふうに、入れると図書館内にある電子書籍をこう検索してきて、それからさらに、適合文献の、まあ、適合率ですね、これを、線で表示したり、あの図で表示したりということもそうだし、それから飯野さんが言われた、そのウェブスケールディスカバリーのですね、世界、これはもうまさにそのことですね。 Google ができたの1998年ですよね。ですから1994年段階で、長尾誠さんはそこまで見通してたし、また今実際に、この大学においてですね、もうこれが求められているという、印象を持ちます。鈴木さんいかがでしょうか。まず基調講演していただいたわけですけれども、その後のお二人のですね、ちょっと今の、お話にちょっとコメントいただければなと思います。はい、ですね、まず飯野さんの方のお話なんですが、これはアルファベットっていいんですよね。本当に日本語って大変なんです。で、その部分が非常に大きな問題だなと思います。で、津田さんの方はですね、まあ、いろんなところで一緒に会議もしていることもありまして、本当に優れた仕組みができてきて、それが実践に入ってきているということで、僕は大変素晴らしいことになってきたなと思ってます。で、実は私はですね、昔 H の海ということを言っていたんですが、その検索方法というのは今飯野さんが見せてくれたようなこと、それから津田さんが見せてくれたようなこと、こういったものを出版社が集まってやった方がいいですよということを2008年に提唱していたんですけども、そういったものが実際特に外国では実現されてきている、日本でもこれから先それが実現できていくんだなということで、大変ありがたいなと思います。ただそのためにはですね、何度も言いますが、出版社がきちんとデータを出さなきゃダメです。で、書誌が大変大事なんですね。ただ書誌だけでは全然足らないんですね、学術書の検索というのは。で、そこで学術書の検索というのは全文検索というのはとっても大事な検索方法なんですが、自分の頭でどこが正しいところか探さなきゃいけないんですよ。ところが学術書ではですね、作品とか目次というのはまさに著者と編集者がそこが大事ですよということをページで示している場所なんですね。で、そういったものまでないと的確な検索ができないと思いますので、そこまでデータを整備していって今のような仕組みに結びついていくというのが、私はこれから先できていくんだなという感想を持ちました。今のですね、鈴木さんのご発言ですけれども、本当にこの図書館総合展においても、これまで日本語タイトルの電子書籍をテーマにしたようなものがいくつかありました。で、その都度、例えば去年ですとベルリン国立大学図書館、国立図書館の方、一昨年2年前ですかね、ハーバード大学のイエンチェンライブラリーの方、それぞれがですね、いわゆる東アジアの文献を、利用する中で日本語タイトルだけがですね、極めてその電子書籍化が遅れており、これを問題視する、つまり海外における日本研究者が非常に困っていると。一方韓国語や中国語に関してはそこそこの電子書籍のコレクションが形成されつつあるという、そういう話がありました。で、まさにアルファベットと違ってという話が、じゃあ、中国や韓国も含めてですね、どうなのかというところがちょっと日本の出版社にも突きつけられているような気がするんですけれども、実際に津田さんのところはですね、その出版社と交渉するといいますか、ある程度そういった中で、まずやっぱり困難な部分といいますかね、ちょっとそこのところも含めてメタデータとかそういったところの話までかなり常に話がすっと通るのか、なかなかやっぱり一からですね、その説明するといいますか、そういうあたりのこと、ちょっと裏話を聞かせていただければなと思います。ですね、我々の方はですね、今ちょっとごめんなさい、話がずれるかもしれませんけど、鈴木さんたちとのですね、なんて言いますか、学術出版社の方たちと、今非常にですね、密にお話をさせていただいております。やっぱその中でですね、
今現在電子教科書というモデルと電子図書館というモデルが2つが出来上がったんですが、そのやっぱりこう中間にあたるようなですね、あの参考文献、参考図書的な利用というか、そういったものをですね、今後をですね、あの伸ばしていきたいなというふうに考えております。で、あのまあブックルーパーの方はですね、そういう最大貸し出し数という制限がですね、つけられますので、そういうところでですね、学術出版社様のですね、許諾も得ながら、まあ、例えばある期間限定で最大100冊まで借りられるとか、そういう形でですね、電子書籍の利用をこう進めていけたらなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。あの以前から例えば丸善が日本科学会と組んでですね、あの科学書資料館というような形で、さまざまな便覧とか、あれですね、実験科学講座とか、標準科学用語辞典とか、そういったものを、まさにレファレンスに使えるような形で、利用に、まあ、供してきた。で、飯野さん、あのシュプリンガーなんかもですね、そういう形で今のお話の中にありましたように、あのハンドブック類の横断検索を行うと、あのこの方向性はもう、なんてでしょう、飯野さんから見て、和書の出版社にですね、あのどのあたりをもっと推進してほしいとか、なんかこう ちょっと具体的な課題とか今ありますか。まあ、具体的な課題っていうとなかなか難しいんですけど、ハンドブックというか、まあ、そういう辞書辞典っていうところで言うと、これは2つの方向性が実はあると思うんですね。一つは、まあ、本当に最初からテキストで組み替えてしまってデータベース化してそれを提供する、まあ、これ一つの方法ですね。でもう一つの方法がこの電子ブックという形で提供するという方法なんですが、まあ、いずれにせよですね、やはり今のところ、まあ、前者はいろいろな、まあ、例えばジャパンナレッジさんとかという提供があったりとかしてますけど、まあ、後者に関してどうするのかというところがまだちょっと見えてきてないんじゃないかと個人的には思いますので、まあ、そういったところでですね、ハンドブックというか、まあ、辞書辞典といったものを、まあ、電子ブックの形でいろいろ複合的に集めて提供していくというのも一つの方法ではあるんだろうなというふうには思っています。教科書の、まあ、いわば解体されていきながらも、まあ、あの電子ブックの形で、さらに利用が促進されるということも、鈴木さんの基調講演の中にも出てきましたけれども、これについてはどうですか。教科書ですね、あの教科書に関しても、あの同じというわけではありませんが、僕は鈴木さんの意見は非常にいい話だというふうには思います。あの確かにあの学生さんは教科書を本当は通読してほしいけど、通読って絶対しないですし、まあ、先生方もその全部を使うってことはほとんどないっていうふうに、まあ、そういうふうな認識でいますので、もしそれがマイクロコンテンツ化されて、まあ、電子の形でいろいろ使えるような状況が生まれるのであれば、それはまた新たな、まあ、なんていうんですかね、学術の形態として、まあ、発展して可能性があるんじゃないかなというふうには思います。鈴木さんいかがでしょうか。あの利用者側のですね、図書館からすると、ちょっと教員という存在との、まあ、連携がどの程度できるかによって取り組み方も変わってくると思うんですけども、鈴木さんのところはですね、いわば、著者はイコール研究者でありですね、そういう教科書を執筆する、図書館との接点とその執筆者との接点ということで言えば、あまり今までどうなんでしょう、図書館とじっくりそういう議論してくるといいますかね、そのあたりはちょっとご説明いただければなと思うんですけども。はい、ですね、実は昨年の、3月でしたか、まあ、今年だったかなある関西の大学の図書館の方とお話をしたことがありまして、そちらはですね、シラバスに先生方が掲げている、参考図書、これを電子化して、出版社の方から提供して図書館に収めてほしいと。でそれで皆さんに参考図書、指定図書として使わせてくださいという実験をしたいという要請がありました。で、私は大変図書館の方がですね、図書館の事務の方がそういう提案をしてくれて大変素晴らしいことと思ったんですが、まあ、結果的にその時はですね、まあ、規模の問題ですとか、まあ、完全無償だということもあってなかなかいつまで実験するのということもあって実験ができなかったんですけども、やはり
先生方、ある大学ではその先生方の方から図書館に、参考図書を何冊揃えてほしいとか、夏休み課題図書を揃えてほしいとか、そういったことも図書館さんに要請をしているようですし、逆に、学生さんが、まあ、本の種類で読む本、学ぶ本、調べる本ってあるんですが、調べる本にの類になるような難しい論文集ですとか、体系書ですが、それを学生さんに買わせるのは酷だという部分が大変あるんですね。でそういったものは図書館に対して先生方がこれを揃えてほしいという形で多分、図書館に入っていくんだと思うんですが、でこの部分もですね、あるレポートに指定されちゃうと誰が借りたらもうおしまいということになってしまって、やはり電子であればそこの部分を出版社がと話をして、じゃあ限定的に2ヶ月間の貸し出しシステムを作りましょうとか、そういった形で図書館と共同したりで、先生方が何を求めているか、どういった教育をしたいか、それをやっぱり図書館の方と本という資料を揃えるという意味で協力していただければ、それに沿った形で出版社も協力ができるというふうに考えております。はい、ありがとうございます。ちょっとですね、このケーブルちょっともらっていいですか。すいません、ちょっと、画面を変えていただけますでしょうか。嬉しそうな顔して私が、ここに映ってますが、私のですね、まあ、立命館大学のゼミの授業では、電子出版学入門という私のテキストを、このちょうど2013年の3月に改訂3版というのを出しまして、そしてそので、3月に改訂した途端もう電子書籍化しまして、津田さんのところにお願いしてですね、このブックルーパーで授業を行うということをやりました。でこれがその1回目、ゼミ生を集めて1回目の授業ですから、ゼミ生とも、まあ初対面的なところなんです。でここで、インストールしてもらいましてですね、で電子出版学入門の次回ここからやりますっていうのことをその場でも書いてですね、話をしました。で全文検索機能がこの時もすでに備わってましたから、例えば小学館とこう入力して、ごめんなさい、夕比較と入力してですね、慌てました。何ページ何ページ何ページというのが出てきまして、で自分が探したいところ、まさにその、スニペット表示が、右側にされるということで、これが非常に便利だった。それからラインマーカーやメモした箇所の呼び出し機能で、これをもとにですね、東京大学での、石田先生のところの、実践例なんかはですね、ゼミ生同士でそれをもとにディスカッションしていくということをやっておられましたし、それから、まあ、これがその卒業していった、今年3月卒業して4月からは出版社勤務だったり取次勤務だったりいろいろこの中にもいるんですけども、全員電子書籍を活用したものと。でこの時やっぱり感じたのはですね、このシラバスで指定しておいても参考書が3冊までしか立命館大学では入ってないのが基本なんですね。でこれをやっぱりそのかなりその本を読み込んでもらわないとダメだというようなものについて、副本でその紙媒体でいくつも買うというのはやっぱり問題が非常にあると。でそこで、例えばグーテンベルクの銀河系というこの、ものを参考書としてても3冊しか入ってないということになるわけですね。8100円もするんですね。でこれを、ちょっとレポート書くために買う学生はいないと。で、この一定時期に利用が集中するものを、まさにこの電子化して使えないかということで、ちょうど先ほどのお話にあった8大学の共同実験の後に、6出版社の人文系、その後自然科学系7社ということ で早速、これちょっとまずいな、ちょっとまずい資料が出てまいりましたが、ここですね、電子出版学入門の2年目は今度は購入しまして、もういわゆる契約ベースですね。そしてiPad mini を配布しましてですね、これで実際に授業を行うということになりました。ごめんなさい、これちょっと別のスライドですね。
という、 こう実践的にやった場合、例えば公共図書館の論点整理というのが先ほどの津田さんの、スライドの中にありましたけれども、あの時のものをですね、軽装消防さんの、ちょうど軽装消防の、井村社長がここにいらっしゃって今驚きましたが、使わせていただいてですね、そして他にも、まあ図書館情報学系の図書を使って、これはもうその6タイトルを、私のテキストも含めて6タイトルを1年間自由にですね、みんなに通学の電車の中でも読んでもらうというようなことを実践的に行ってきました。でやっぱり教員がそういうふうなことを取り組んで、じゃあこれを教育の質向上といいますか、教育それによってこういう成果が上げられたというのを出さない限り、なかなかですね、その、システムを入れたりお金をつまり払うということになっていかない。その点ちょっと私長く喋りすぎましたが、鈴木さん、英知の海ということでいろいろこれまでの流れの中で、教科書自体も解体されてマイクロコンテンツ化され、講義資料と一緒に、津田さんのところではブックルーパーに載せてっていう、この流れっていうのは、どういうんでしょう、もう方向性としてですね、かなりいろんなところでできそうですか。そのあたりちょっともう一つ踏み込んだところをお願いしたいです。なんかいろいろ手持ちの資料をこれから繰り出しそうですけども、それともう一つは先ほどの重大なですね、大学の所蔵資料の無償デジタル化の話もちょっと次すぐしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。すみません、この2番の方に切り替えていただけますか。出ません。すみません、手間取りまして、見えてますか。はい、教材フレームワークという話をさっきしたんですが、こういう形のですね、教材作りで、これってこれから先私はトレンドになってくると思ってます。で、今まではですね、電子のこういった材料がないからこれを作るの大変だったんですよね。自分でスキャンしなきゃいけないし、でも初めから用意されてればすごく楽です。でしかも目次からですね、必要な章とか節がさっと中に入ってくる。でこういった仕組みがあると、自分でブラウザを見ながらレジュメを書き下ろして、でそれに対して必要なものを切り取って入れて、でそれをレジに通すと、どんなマイクロコンテンツが使われたかってことはさっき言った XUB の方に登録される。でそれをオンデマンドで製本してもいいし、バインドして電子書籍にしてもいいと、こういう形ができると利用者は利用しやすいからすごく増えると私は思っています。でこれが実現できないと、実際にはいくら電子書籍がたくさんあっても、マイクロコンテンツがうまく使われる、で事業が変わっていくんだっていうふうにはならないっていうふうに思っています。でもう一つはですね、先ほどちょっと刺激的なことを申し上げましたが、今ここに、検索された本があるんですが、これは大学図書館がすでに購入している本だとしますね。でこの購入している本を、私は過去の本というのは出版してから10年以上経ったもの、これを、まあ、過去の出版物というふうに考えたいと思っているんですが、これはすでに大学が買っていて、その利便性を電子という形で利用させてもらう、していただくというふうに考えています。ですからその電子書籍をもう一回買っていただくっていう必要はないと思ってるんですね。でもう一つはさっきも申し上げましたが、出版社はここにある本の中で重版しないもの、改版しないものについては、実は相手が動いてしまったらわからないんです。お金を払うときはつながってるんですけども、次の本を書くとか、普段から本の改訂の連絡をするとか、あるいは次の本の相談をするとか、そういうことがあれば先生って分かるんですけども、その先生の
口座と住所は一旦払ってしまうと切れてしまうんですよ。で、ですからじゃないですが、過去の本10年ぐらい経ったら実は出版社にとってはもう売ってしまってそこから利益が上がることはない本なんです。で、それを電子化してもう一回売ろうということは、まあ、ちょっと難しいんじゃないかなというのが一つです。で、もう一つはですね、本というのは今ここにいろんなデザインの本がありますね。で、いろんなデザインがあって同じシリーズは同じデザインで通したい、色を変えたい、あるいは 1,2,3,4,5 っていう5巻のものがあれば 1,2,3,4,5 っていうその書体は揃えたいんですね。ところが往々にしてこれが違ってしまうんですよ。で、なぜかというと手元にないからです。手元になくてデザインをするので、まあこれだろうって適当にやってしまうと書体が違ったり括弧がついたりで書詞が違ってしまったりするんですね。で、そういうこともありまして、物が見えるというのは出版社にとっては大変便利なんです。で、電子化されたものがこういった形で背表紙で見えたり画像で見えたり中身が見えるということは出版社は構成にも使えますしデザインにも使えますし、営業のためにも使えるんですね。これを持って行って大学の先生にこんな本が出ましたどうぞって言って中身まで見せれば先生も選びやすくなります。そういう意味で出版社にとっては電子というのは大変な財産なんです。で、その財産だから自分で電子化しなさいというのが私の考えです。それともう一つ、さっき電子にして部分売れたらそれで 25% でもいいって話をしましたね。で、それはですね、この中に今同じような民法入門とかいろんな本があります。で、これが大学のテキストになると一つの大学の一人の先生は一冊しか指定しないんですよね。二冊も三冊も教科書を指定しませんから、10冊の本の中で10箇所使っていただいて本がマイクロコンテンツの集合体ができればこれは1冊のテキストができたと売れたと同じなんです。そういう意味で、1冊のテキストが25年分売れましたと、10冊の本の10箇所が1冊の本になって売れましたっていうのは結構同じことだということで、私は電子化して部分を使っていただいても出版社は損はしない。ですからこういった形のより使っていくことが使われていくことが大事だというふうに思っている。はい、ありがとうございます。非常に前向きなですね、本当にそのご発言だと思います。こういったことで、もし進めれば、大学もですねそういう学習資源として、使い勝手があると言いますか思います。飯野さん、大学でのですね、例えば先ほどディスカバリーウェブディスカバリーの話が出ましたけれども、こういう使い方の問題ですね、このいわゆる利用者がどんなふうにっていうところら辺を少しお話しいただけますでしょうかね。例えば前にああいう院生なんかが実際にこういうふうに使ってますっていうのは発表を仏教大の方がねされてたりとかしました。ああいったこと、あるいはまたその、まあ、メタデータの話もちょっと時間があまりないのでちょっと早くしていただきたいなと思ってます。はい、なんかすごいプレッシャーをかけられてしまったんですが、使い方の問題というのは結構なかなか難しくて、先ほどのようなウェブスケールディスカバリーのシステムって実はすごく簡単そうに見えるんですが、実は簡単でないんです。本当に一つのキーワードを入れて答えを出すというところでは Google と一緒なんですが、でも Google と同じイメージで学生さんが使うと実はうまくいかないということが往々にしてあるということが実はだんだん分かってきました。で、それをまあじゃあどうしたらいいのかっていうことになると、まあもちろんなんていうんですかね、図書館が自ら出てて学生さん相手にまあこういうふうにしたらすごく使えるよっていうことで教えてあげるっていうのも一つの手なんですが、それはなかなか学生さんが集まらなかったりします。で、そこで仏教大学としてはどうしたかというと、これを教員の先生相手に直接教えることにしました。で、教員の先生相手にこの使い方でこういうことをするとこういった電子コンテンツがうまく使えるんだよっていう話をすると、実は先生方はすごく驚いてくださります。これ何かというと、実はちょっと触ってみたけど使えないと思ってたっていう意見が結構あったりとか、知らなかったっていう意見が結構あるんですね。で、やっぱりそこにはいろいろな思い込みとかがあるので、そういったものを図書館がちゃんと理解した上で、教員の方々を集めて説明をするということをすると非常にいい結果が得られるということが分かりました。ですので電子ブックにしろ何にしろですね、そういった図書館の援助アシストというのはこれから非常に重要になると思いますし、そのためには先ほども言ったような教員との連携というのを、まあ、研究者との連携と言い換えてもいいんですが、そういったところが非常に必要になってくるというふうに思っております。
はい、ありがとうございました、津田さんどうでしょう、そのあたりのこと。はい、本当に今のお話はですね、その通りだと思います。例えばですね、今、まあ、電子書籍、電子図書館としてご導入いただいているところがございます。しかしながらですね、まあ、現状、利用された方はですね、その便利さにある程度気がついてくれるんですけれども、まだ利用したことがないという人が非常に多いんですね。で、まあ、今現状やっていることは書誌情報を、まあ、オパックの方にですね、書誌情報を渡しまして、紙と電子両方検索できるというですね、そういう仕組みはご導入いただいているんですけれども、その中だけだとやっぱりまだ電子の本の絶対量が少ないので、やっぱり紙の本の中に埋もれてしまうということがありますので、最初のこう電子へのアクセスですね、その電子の便利さに気づいていただくための、最初の動線というものを、まあ、今井野さんがおっしゃっていただきましたように、図書館員の方がですね、まあ、図書館のガイダンスとして行っていただくとか、あるいは教員の先生がですね、その電子の書籍を使わせるように仕向けるということによってですね、最初の動線が出来上がるというところが、やっぱり非常に大きい、効果が大きいのではないかと思っておりまして、まあ、ぜひともそういう活動をお願いしたいというふうに考えております。はい、はい、ありがとうございました。今日はですね、非常にたくさんの大学図書館の方が実はこの会場にお越しになっているんですけども、ちょっとスライドを一つ、切り替えてもらっていいでしょうか。これですね、大学学習資源コンソーシアムというのがあります。で、ここに私ども立命館大学も実は加わったんですけども、この、会員というところを見ますと、北海道大学、東北大学とこうずっと筑波、千葉、東大、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、島根、高知、というずっとこう来てですね、だから高知工科大学と慶応と聖路加と立命関西大学、まあ、放送大学、この私学が非常に少ないですよね。まだまだ わずかしか入ってないという印象がこうあります。ですからこのなんて言うでしょうね、この ここに今名を連ねているのはきっと学習資源、講義ノートとかそういったものの、あるいはある本の第何章とかですね、そういったものを、学内の e ラーニングのシステムのところに上げておいたり、そういったことについて非常に関心のある、で著作権処理とかそういうものをまとめてですね、やって、みんなで使おうというそういうところがあるわけです。だからそういう試みを、まあ、ビジネスとして、まあ、していただいているのが、京セラさんでもありましょうし、それから、ゆうひかくさんもその講義資料というものと教科書というものをこう融合させていくような方向性をやっぱり考えておられると思うんですね。ですからやっぱりこういったことを、どんどん推進していければいいなというふうに感じました。誠に申し訳ないです。あと30秒ずつ、イーローさんからですね、順番に、ちょっと最後にこれだけはちょっと言っときたいみたいなを、まとめをお話しいただけますでしょうか。よろしくお願いします。ちょっと本当に刺激になってしまったんですが、先ほど言ったように、まあ、電子書籍にしろ何にしろ検索をさせる仕組みというのはすごく大切です。で、電子化しただけでは利用者はなかなか使ってくれません。ですので、それをまあ利用できるような形で付随する形ですね、いろんな書誌データ、レコードデータの整備というのをぜひお考えいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、津田さんお願いします。はい、今ですね、まあ、検索データが大事だという話がありました。まあ、我々の方はですね、一方で、まあ、図書館システムというのを販売しております。で、まあ、その中でもやはり、多くのですね、今後デジタル資源にアクセスしていくということが、やっぱり図書館の方は必要、あるいはいかにそれをユーザーにさせるかということが必要になってくるかと思います。まあ、そういった部分をでですね、学術情報の検索選別選択入手の流れをいかにスムースに作っていくかというのが課題になるかと思います。それに対してですね、我々は、まあ、電子書籍という立場からですね、さまざまな検索機能、学習機能をブラッシュアップして、ですね、貢献していきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。鈴木さんお願いいたします。最後ちょっと切り替えていただけますか。はい、私はですね、こういった形が、これは出版社も
それから売っていただく反社も大学も、それから琵琶を作っている会社、皆さんが協力をする形なんですね。でこういった協力の形態がないと、本当の意味での変わる大学、変わる図書館というのは実現しないと思っています。でこの中で右の方に専用電子図書館なんてありますけども、こういったものは実際すでに、まあ、クロスパブロとかそういった新しい仕組みもできてきて、こういったものもできてきます。いいポートフォリオを作るための仕組みもできてます。でこれが現在は融合されてないんです。これをきちんと融合していって、みんなが使える仕組みを共同で作っていく、考えていく。でこれが絶対変わる大学、変わる図書館、その、ね、中で学術図書を提供していくということに私は必要な仕組みだと思っています。でこれを皆さんでこういう形でなくても構わないけど作っていくということが大事だと思っております。はい、ありがとうございました。本当に鈴木さんは実は資料を大変たくさん用意していただいてですね、もう本なんですよ。これ本になるよねっていうぐらいの、資料を実は私どもに、提示してくれました。今日のですね、フォーラム自体はたった1時間半なので、それこそ朝から夕方までやってもいいような一つ一つのテーマはあるんですけれども、これをきっかけにですね、いろいろな大学図書館を中心とした学術、情報流通の世界で、新しいやっぱり、動きですね、それから、図書館が、変わっていく、そして大学における学びも変わっていく、そういう、道筋を作っていきたいなというふうに思います。今日はお忙しい中ですね、このフォーラムにご参加いただきまして皆さん本当にありがとうございました。ゲストのお三方に、拍手をしたいと思います。よろしくお願いします。